アメリカさん、とうとう中国に対しとんでもない関税をかけてしまう。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。どうやらアメリカは中国の EV に対し、とんでもない制裁関税をかけるとのこと。まあ、中国の EV を導入するとそこからアメリカの情報を吸い上げられる可能性があるしね。それもあるが、どっちかというと中国が市場を歪めてるってところにお怒りだ。てなわけで今回は、中国大激怒。アメリカが EV に対し制裁関税を4倍に引き上げて 100% で崩壊へゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。さて、一体アメリカが中国に何をしたのかというとこうだ。ベースボール、ストリート、ジャーナルは5月10日、バイデン米政権が、中国製電気自動車への制裁関税を4倍引き上げ、100% にする考えだと報じた。米国内にあるクリーンエネルギー産業の保護を狙い、来週にも発表するという。一気に4倍とか、某赤い彗星もびっくりの倍率ね。どうしてバイデン政権は、中国製電気自動車に対し、現行の 25% から 100% への関税引き上げを検討しているのか？この動きは、トランプ前政権が導入し、バイデン政権も継続している関税措置が、依然として米国自動車産業の保護には不十分であるとの懸念に基づいているからだ。そもそも、どうしてトランプ政権の時は関税措置を取ったんだっけか？トランプ前政権は、中国との貿易関係に対して複数の懸念を抱いていた結果、関税措置を導入したわけだ。これには色々と理由があり、例えば知的財産の窃盗、貿易赤字の拡大、不公平な貿易慣行など、長年にわたる問題があった。まず、知的財産の保護に関する問題が挙げられ、アメリカのハイテク産業や製造業など、多くの分野で企業秘密の盗難や知的財産の侵害が頻発してしまった。技術を盗まれていたのは日本だけではなく、あのアメリカ様まで餌食になっていたとは。多分、世界的な問題だと思うぞ。そしてトランプ政権は、中国が米国企業に技術移転を強制し、知的財産権の侵害が行われていると指摘し、これが米国経済に多大な損害をもたらすと主張。次に、貿易赤字の問題だ。アメリカは中国との貿易で大幅な赤字を抱えていて、2018年には対中貿易赤字が3750億ドルに達した。トランプ政権は、この巨額の赤字が中国の不公平な貿易慣行によるものとし、中国が輸入品に高い関税や非関税障壁を設けている。一方で、アメリカからの輸入には低い関税しか適用しないなど、非対称的な関係にあると批判。まさにトランプって感じの考え方ね。自国ファーストの前大統領。さらに、国家安全保障の観点からも、中国との貿易を制限する必要があると主張した。中国の企業が米国の重要な産業技術やインフラにアクセスすることで、国家安全保障上のリスクが高まると懸念した。これらの背景から、トランプ政権は中国に対して一連の関税を導入し、合計で約5500億ドル相当の中国製品に追加関税を課したことになる。これに対して中国も報復関税を導入し、米国農産品や自動車など、アメリカの主要輸出品に対して高い関税を課す措置を取ったがな。これで、アメリカと中国はよりバチバチになってしまったと。その結果、米中間で貿易戦争と呼ばれるほどの対立がエスカレートし、世界経済にも影響が広がることに、両国間での交渉や合意を通じて一部の関税が緩和されることはあったが、双方の根本的な貿易慣行や経済政策の相違は依然として残っている。そんじゃあ関税を4倍まで跳ね上げたら、さらにアメリカと中国の関係は悪くなりそうね。そうなんだが、それでもこれまでの 25% の関税にもかかわらず、米国の自動車メーカーは中国からの EV 及び部品の輸入を続けていた。低コストで生産されたこれらの車両が米国市場で販売されることで、国内メーカーの競争力が損なわれるという懸念が高まるのは当然だ。これを踏まえ、バイデン政権は先ほど話した通り関税をさらに引き上げることで、国内生産を刺激し、中国からの製品への依存を減らし、米国の知的財産権の保護を強化したいと考えているようだ。当然これには中国サイドも抗議するでしょうね。まあそうだな。一方で、中国側は米国のこの動きに強く反発し、適切な対抗措置を講じると述べている。貿易政策全体の見直しの一環として、バイデン政権は戦略的に重要なクリーンエネルギー関連製品についても、同様の見直しを進めていて、今回の EV 関税引き上げはその一部とみられるな。中国さんはいつも、どの国に対しても怒ってるイメージしかないわね。赤だけに顔も怒って赤い。誰がうまいことを言えと。報道によると、制裁関税の引き上げは米通商法301条に基づく措置で、太陽光発電設備や車載電池なども対象となるそうだ。
中国製 EV には現在、25% の関税をかけているのだが、対中制裁関税は、トランプ前政権が2018年以降、段階的に発動し、バイデン政権も大部分を維持してきた。中国政府の過剰な補助金を使った安価な中国製 EV は、世界で、急激に浸透しており、市場を歪めているとの批判も多い。バイデン政権は大統領選を控え、国内産業の保護や中国への強硬姿勢をアピールする狙いもあると見られる。歪めすぎてて、EV 界隈は淘汰の嵐がすごいことになってるからね。これはアメリカでの話なのだが、この動きについて日本人の一般人は、どのようにアメリカの動きについて見てるのかというと、モーターと電池で走るプラモデルのごとく EV は量産される。放置すれば、世界人口のまた3倍の車で溢れかえることになる。あと先考えない国にはこちらからセーブするしかない。EV は簡単にできるが多くのレアメタルを使用し、その採掘には環境汚染がついて回る。今その採掘周辺地域では原因不明の病気にかかっている人が多いと聞く。物が売れている時は封印されているが、売れなくなれば大変な事態が公になるのだろう。今後採掘現場の公害と野ざらしで放置された EV 車の液漏れが大問題となる日も近い。いつやるのか、今でしょ。日本も補助金をすべて見直して再構築すべき時期に来ている。今こそ、皆さんが納税した日本の税金から出す BEV 購入補助金も国産車に限定すべき。中国はもともと、中国製バッテリー搭載を補助の条件にしていた。アメリカも国産条件で税還付する。今なら日本も同じことできるチャンス。で、アメリカとは相互に生産条件緩和の交渉すればウィンウィン。その交渉カードとしても国産限定を始める素振りをしませんか。世界第2位の自動車市場の米国ですが、バイブはじめ中国の自動車メーカーで米国に進出もしくは進出しようとしていた。企業は聞いたことがなく、そもそも制裁は鼻から織り込み済みで残念ながらダメージはほとんどないでしょう。そもそもラインナップにアメリカ人が好む大型車種もあまりないように思います。中国メーカーとしては東南アジアから南アジアから中東、中南米、東欧からロシア等新興国をターゲットにしており、西側メーカーの半値で持ってこられる低価格車の脅威は変わりません。日本も環境破壊の元凶である太陽光パネルに 400% の関税をかけよう。もちろん買取制度と再エネ賦課金の廃止もセットで、じゃないと関税かけた分を電気料上乗せで徴収されてしまうので。やっぱりこうなるわな。どこの国だ、未だに補助金出して EV シフトを数値目標出して、頑張っているのは、いつものようにアメリカ追随、追随。このように、概ね好意的に見てる人が多かったな。うん、まあ日本人ならそう思う人が多いでしょうね。さて、先ほど少し前トランプ政権の話が出たが、最近トランプの周りは動きが活発になってきている。次の秋の大統領選挙でトランプちゃんが返り咲く、もし虎なんて言われてるからね。それもそうなんだが、最近入った情報では石油会社と深い付き合いがあるようだ。米紙ワシントン、ポストが4月9日報じたとこによると、米大統領選の共和党候補指名が確実な。トランプ前大統領が米石油会社首脳らとの会合で、バイデン政権の環境規制や政策の多くを破棄すると明言し、自身の大統領選のために10億ドル、日本円にすると1500億円の献金を求めたことが分かった。お前のところの業界を潤わせてやるから、選挙資金をよこしなさいってことでくさ。それにしても1500億円とか、大統領選挙にはそんなにお金がかかるのね。南部フロリダ州で4月に開かれた会合に詳しい匿名の情報筋の話として、トランプ氏は電気自動車の普及を目指したバイデン政権の排ガス規制を廃止し、政権による液化天然ガスの新規輸出許可の凍結を取りやめることなどを約束したと伝えた。バイデン政権をあまりよく思ってない業界の取り込みにかかってるわね。報道によると、トランプ氏は10億ドルの献金は石油業界首脳らにとって、取引になると話した。日本と違ってアメリカって、こんな露骨に献金とか呼び込むのね。日本の感覚ではすごい違和感。どうやら選挙資金集めでは、バイデン大統領がトランプ氏の優位に立っているようだな。当然これには報道したワシントンポストからは、驚くほど露骨で取引的な売り込み。をしていると報じている。トランプ氏は南部フロリダ州の指定マールアラーゴでの夕食会で、第二次トランプ政権では新たな、掘削許可や電気自動車優遇をやめることなどによって石油大手は大きな利益を得るだろうと表明。選挙資金との取引だと述べた。夕食会に招かれたエネルギー大手シェブロンなどの代表ら、そこのある幹部は、バイデン政権へのロビー活動で、昨年、4億ドルを費やしたにもかかわらず、負担の大きい環境規制に直面し続けていると不満を口にしたという。今度こそ、ちゃんと美味しい汁を吸わせてくれよトランプちゃんってことね。でも、こう言ってはなんだけど、トランプちゃんが再選することで、
世界的な EV シフトに待ったをかけることができそうね。そうだな。トランプ陣営は AFP の取材に対し、今回の報道内容を肯定も否定もしなかったが、広報担当のキャロライン・レビット氏は、ジョー、バイデンは過激な環境活動家たちに操られている。彼らは史上最も過激なエネルギー政策によって、買う余裕のない米国人に無理やり電気自動車を買わせようとしている。このように、バイデン政権を EV 交えて批判をしているな。さあ、このバイデンのお金の執着心について日本人的にはあまり良い感じには捉えてない様子でこんなコメントが。日本の場合だと政治家個人への献金が禁止されてるけど、アメリカだとそうではないですね。献金は広く呼びかけてるのでよくある話ではあるのですが、そこまで露骨だと合法だけど日本的感覚だと違和感はありますね。世界がおかしくなりだしたのはそもそもトランプが大統領選挙に勝ってから、循環可能な経済目標から、権力者主体の生産高サイクル経済に戻った。バイデンもおじいちゃんすぎてやばいけど、トランプは目先の利益を考えすぎて50年を、100年後とかを考えた時には世界にとっては最悪の選択になる。全米ライフル協会がトランプを支持し、トランプがそれに応えるように、銃規制撤廃を掲げているように、アメリカはロビー活動が盛ん。しかしここまでド直球なのはどうなのか。シェールオイルもすでにトランプ政権時代の採掘量に戻ってるし、燃費極悪のアメ車もエコ化に成功して欧州向けに輸出し始めている。トランプ以外、誰が喜ぶ話なのだろう。アメリカではここまで露骨な利益誘導とそれに対しての献金要請が OK なのか。日本だと普通に贈収賄に該当するはずだけど、だからこそ表沙汰にしないで裏でというか利益誘導的な政策と献金を、建前上は紐付けしないで、やってるわけで、アメリカは連邦選挙運動法の規定によって献金額の上限が制限されていますが、スーパー PAC と呼ばれる政治資金管理団体を通じた献金であれば無制限に献金できる仕組みになってます。PAC によって集められた資金は選挙活動にしか使用してはいけないことになってますが、トランプさんは自身の裁判が選挙に関連しているとの主張で弁護士費用などを PAC から出しているそうです。今回の献金も裁判に使われるんでしょうね。先が見えているトランプ氏は自分が生きているうちだけ、自分だけが良ければそれでいいのだろうな。数十年後の孫子の代がどんなになろうが知ったことではないと。ここまで露骨な自分ファースト、露骨な贈収賄的発言ができるのはある意味すごいよ。やっぱりこのような思考の人間に権力を持たせてはいけないと改めて思う。確かに日本人的には違和感しかないわよね。それだけ大統領選挙って金がかかるのか。そんなトランプの政策の中で注目を集めてる中に、先ほども話した液化天然ガスがある。これは米国が、輸出世界一なのだが、今後バイデン氏かトランプ氏の、大統領選の結果次第では正反対の方針に進んでしまう。これで輸出がバンバンされて、日本の高騰した電気代が安くなるとありがたいのだけどね。米国が液化天然ガス輸出を伸ばし、2023年は過去最高を更新し、初めて世界首位に立った。ただ、環境重視の姿勢を打ち出すバイデン大統領は液化天然ガスの新規輸出許可の一時停止を表明している。これに対しトランプ前大統領は輸出に賛成の立場で、米国の輸出拡大は11月の大統領選次第というのが実情だ。エネルギー資源を海外に頼る日本への影響も小さくない。日本人はデフレで暮らすだけでも大変なのに、電気代がこれ以上上がってしまうのはごめんこうむる。天然ガスの国際的な業界団体によると、2023年の米国の液化天然ガス輸出量は8430万トンで、世界全体の 21% を占め、主要輸出国のオーストラリア、カタールを上回っている。米国は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアと関係が、悪化した欧州からの需要増を取り込んだことに起因している。輸出先は、ロシアがパイプライン経由のガス供給を絞った欧州が 67% に上り、アジアは 25% だった。米政府は2030年までに輸出量が倍増すると見込んでいる。ロシアがやらかしてくれたから、それの棚ぼたでアメリカが儲かったと。だが、バイデン氏は1月に、エネルギー安全保障や環境への影響を徹底的に検討する。とし、自由貿易協定 FTA を結んでいない国向けの輸出許可を停止した。この方針を化石燃料からの脱却を訴える環境保護団体などは支持するが、反対派は欧州の脱ロシア産エネルギー依存の取り組みを難しくするなどと批判し、議論を呼んでいる。出ました。環境を意識することに集中しすぎて、脱ロシアを遅らせてる。米メディアによると、バイデン氏が新規の液化天然ガス輸出許可を一時停止すると表明した翌日、トランプ氏は許可申請を復帰初日に承認する。と明らかにして対決色を鮮明にした。
液化天然ガス輸出は大統領選の争点ともなっているが、どちらが勝つかに。よって米国のエネルギー政策は180度異なる方針となる懸念が強い。完全にアメリカの政治の道具にされちゃってる気はするけどね。EV も含めての話だけどさ。そして少しだけ、この液化天然ガスの動きについて、日本人の視点を少し見てみよう。ロシアのウクライナ侵攻で一番乗りを得てるのが米国の天然ガスですよね。侵攻前、ロシアはドイツを経由して天然ガスを欧州へ供給するプロジェクトをドイツと進めて欧州各国も、ノリノリだったのを、米国が狂ったかのように怒りまくってましたからね。その後のウクライナ侵攻ですからね。米国の欧州とロシアに対する罰にしか見えないし、またそうなるように仕組んだんですかね。確かに辻褄も、合うし、米国はそういうの得意ですからね。ジャイアンですからね。利用されたウクライナもたまったもんじゃないよね。トランプは脱炭素政策を止めるのは間違いない。今、米国では経済を潰してまで脱炭素をやる必要はないという流れになっていて、ESG 投資からもブラックロックも手を引いている。日本も米国に追従して意味のない脱炭素は止めて、その分電気代を下げるべき。脱炭素をするから電気代は上がり、経済は成長しない。そんなの10年で150兆なんてクレイジーでしょ。日本の電力の9割を非化石燃料化するプランを京大とアメリカの国立研究所が共同で発表してるが、それですら再エネのバックアップ電源としている NG 火力設備を多数温存するのが前提になっていた。変動の大きい再エネを主力電源化する場合、対応能力の高いガス火力発電との組み合わせは必須なわけで、バイデンというか欧米リベラルの無意味な理想主義は相変わらず迷惑なだけだわ。さて、話はアメリカの EV に戻すが、アメリカの自動車会社であるフォードの EV1 台あたりの損失10万ドル超になるとのこと。EV1 台でそんなに損失が出るの？ここにも、EV シフトによる弊害を食らった企業が。それでは詳しく見ていこう。米自動車大手フォード、モーターの内情を知る複数の関係者が明らかにしたところによると、電気自動車事業の赤字拡大を食い止めるため、電気サプライヤーへの発注を減らし始めた。フォードは韓国の SK オンや LG エナジー、ソリューション、中国の寧徳時代新能源鍵 CATL など、電気サプライヤーとの提携関係は維持しているという。非公開の情報だとして匿名を条件に関係者が述べた。つまり、世界的に起こっている EV シフト諦めましょうって感じに動いていると。EV 市場の減速が鮮明となっており、発注削減の動きはフォードの EV 戦略縮小の一環だ。これにはバッテリー搭載モデルへの投資削減、新型 EV 投入の延期、値下げ、計画中のバッテリー工場の延期、縮小などが含まれる。フォードは今年、EV 事業で最大50億ドル、日本円で約8570億円の損失を予想しており、ジム・ファーリー最高経営責任者は最近、EV 部門のモデル E が、現在、会社全体の足を引っ張っている、と述べている。素直にぶっちゃけちゃった。EV が足を大きく引っ張っていると、フォードの広報担当者は、サプライヤーとの関係や条件について通常コメントすることはないと述べた。CATL は、フォードとの協力関係は通常通り進行している。と述べ、SK オンと LG は、フォードとの契約は依然として有効だと述べたが、発注変更の可能性については現時点でコメントしなかった。ってことは、絶対発注数を絞られてるわね。関係者の一人によると、フォードでは1から3月の第1四半期に EV 関連の損失が、1台あたり10万ドルを超え、損失額は昨年の2倍以上に膨らんだ。今回の動きは、EV 業界の苦悩を改めて浮き彫りにし、米自動車メーカーは引き続き EV 需要の下振れに直面。一方、韓国や中国などの電池メーカーは売れ残りの在庫が膨らんでいる。フォードさん踏んだり蹴ったりな成績になってしまったようね。どんだけ悲惨かというと、フォードの電気自動車部門、モデル E は、この期間に約 1.3 億ドルの損失を計上し、販売した1万台の EV1 台あたり13万2000ドルの損失に相当。収益は前年同期比で 84% 減少し、わずか1億ドルとなった。この損失の背景には、EV 業界全体の価格戦争やコスト削減の努力が追いつかないことがある。過去の財務報告によると、2023年に、モデル E 部門は年間で、47億ドルの損失を記録し、1台あたり約4万525ドルの損失が発生。また、業界全体で価格競争が激化していることに加え、部品供給不足や、製造コストの上昇が、同社の EV 事業の利益性に大きな影響を与えた。それでも EV からは手を引かないというか、引くに引けないと。フォードの消費者向け内燃機関車等の開発をする部門である、フォードブルーも販売と収益の減少を経験しており、
販売台数は 11% 減の62万6千台、収益は 13% 減の210億ドルとなってしまった。これは、EV 市場における価格戦争に対応するために大幅な値下げが行われた結果でもある。もう数字という現実が悲惨さを物語っていて、見るに耐えない。さて、こんな悲しい報道に対し日本人はどのように声をかけたのかコメントを見てみよう。鳴り物入りの F-150 ライトニングが最初ちょっと売れただけで全く後が続かなかったのは誤算だったのだろう。おそらく今頃はガソリン車の F-150 と同等くらいの売れ行きを想定していたのではないか。牽引力はすごいが、その牽引力をフルに使ったら 200km も走れまい。バイブは1台ごとに数十万円の損失らしいが、それでも値下げ戦略を続けられるのは中共の補助金があるからで、中華にしかできない。こんなやり方で市場が歪まされたらたまったものじゃないが、この反動はいずれ必ず来るだろう。同様のダンピング方式で一時世界を席巻した中華の太陽光パネルが今は家のフェンスに使われているみたいにね。中国からバッテリーを購入しているメーカーの需要が軒並み落ちる中、中国ではデフレで生産量を落とすことができず、作るだけ作って驚愕の値引き販売で自国 EV を輸出するか。中国 EV 企業が火の車になってきたようですね。つくづく日本は追随しなくてよかったですね。中国は国内で値下げ競争、さらに過剰生産、国内での販売数が伸び悩む中、経済崩壊の中国はさらに世界への輸出を強化しなければいけなくなる。EV 車を完全否定はしないが、数多くの欠点が明らかになっているのにそれを無視して中国は過剰生産しようとしている。EV 車自体未だに試作段階のような気がします。未完成のものを大量に生産し、安く売るのはギャンブルのような気がしますよ。結局はハイブリッドにこだわった、トヨタの正解なんだよね。電気自動車はコストと航続距離、充電インフラの問題が簡単には解決できない。桜なんかも素晴らしい技術と、革新性だとは思うけど都内じゃないと補助金が少ないから、割高な印象。まあそうなるよねって感じのスタンスっぽいわねみんな。日本勢は、一部を除いて追従しなくてほんとよかったな。フォードはこんな結果を残してしまったため、欧州で30年以降も、ガソリン車とハイブリッド車販売検討しているそうだ。結局、そこに行き着いちゃうのよね。世界の自動車メーカーは。それじゃあ、そこら辺も詳しく見ていこう。フォードは欧州で2030年以降もガソリン車とハイブリッド車を販売することを検討していると明らかにした。2020年代末までに欧州では全てのラインアップを電気自動車に、するとした2021年発表の計画からの方針転換となる。そういえばそんなことも言ってたわね。あんだけ、いろいろな企業が息巻いてたのに、たった数年で諦めるとは情けない。フォードはロイターへの声明で、欧州では EV の普及が遅れているため、2030年以降も顧客に、内燃エンジン搭載車とハイブリッド車を提供する必要があると考えている。と述べ、状況を注視しており、必要に応じて対応するという。欧州だけではなく、世界的に遅れてる定期。ガソリン車と EV の橋渡しをするハイブリッド車の需要がここ1年急増していることで、自動車メーカー各社は EV への移行の取り組みを縮小している。欧州では充電インフラが不十分なことも、消費者が EV への乗り換えをためらう要因となっているそうだ。読みが甘すぎるのよ。フォードだけじゃなく他の自動車メーカーは。当然これには突っ込みの嵐で、こんなコメントが寄せられた。基本的に世界の現状の化石燃料発電主流の中で EV が実際に HV よりも環境に、優しいかどうかの問題をクリアにしてもらわなければ消費者にも無理して EV を選ぶ名分がない。政府が闇雲に補助金を出して販売を無理をしているように見えるがわざわざ充電インフラも満足に、整わず航続距離も短く甘つさえバッテリー発火の恐れさえある EV に乗る人は限定的だろう。無理筋な法律が平気で通る国ならいが知らず販売戦略の企みの延長線上で決めたことなど、ついにフォードも方向転換しましたか。欧州メーカーが立て続けに発表してますけど、GM に続いてフォードもか、ステランティスの米国部門も EV 車に内燃機関仕様も用意しますと発表してましたね。まあまたこの流れはどこかで変わるのかな。HV をガソリン車と EV の橋渡しって考えてる人が多いけど、HV の使い、勝手はガソリン車と完全に同じで、燃費が良くなった上位互換。EV は充電ってので使い勝手が変わるので、橋渡しにはならんよな。橋渡しになるとしたら、PHEV。欧州では充電インフラが不十分なことも、消費者が EV への乗り換えをためらう要因となっている。欧州ではなのか？逆にインフラがうまくいって EV が普及している国ってあるのだろうか？正論で殴ってくる日本人、フォードさんがかわいそうあら。皆さんはこの中国に対する関税の引き上げについてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。
また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。